ミャンマー国軍が権力を掌握したクーデターから今日で2年となりました。市民への弾圧が続く中、民主派は抗議のために外出を控え経済活動を止める沈黙のストを呼びかけました。国連の報告書によりますと、弾圧でこれまでにおよそ2900人が殺害されたということです。報告書では日本など制裁を見送っている国にも制裁への参加を訴えました。